にちは、かなめしゅうるです。本日は、数ヶ月前にクラフトたまごさんの福袋に入ってた、ね、黒いカラー枠なんですね。黒いクリームのカラー枠のつぎはぎちゃんなんですけど、クマさんとウサちゃんと猫ちゃんと 3種類2枚ずつ入ってるんですけど、これをちょっと1個種類だから、クマさんとこの 3つを作っていきたいと思います。白黒のフレーム、いつもさ金ピカフレームじゃん。こうさ黒白なのでモノトーンな感じで、ハロウィンっぽくっていうよかモノトーンの感じで、作れたらなと思っています。はい、すごい何年も、まあさ、あと、活動的にもさ今年までなのでやり残したことはたくさんあると思うんですけど、ちょっとさ作りたいなと思っていながら、そのままにしていたやつを作っていきたいなと。どっち向きに、こっちが思ってくるんですけど、めっちゃフレーム真ん中ら辺のところも流れるのは嫌なので、裏表パキッと綺麗に作るっていうのがモットーなのでそれで頑張ります。この幅がぴったんこなんですけど、こっち側も貼りたいけど、こっち側はちょっと細い。好きに。これはね、固定してると、漏れにくいかな。いい。全部的な。黒くない時も黒い時、どっちの時も同じ電話仕方で全部準備します。ちっちゃいのかな、ちっちゃくてもいい、この子だけ背が高い。登ります。ここで行こうって。どうぞ。使いやすい。これは、どう？ちょっとちっちゃい。今日のレジン液は、レジン堂さんの、コーデレジン液、ノーマル。これね、ぷっくりさせるやつとノーマルとあって、ぷっくりのやつは、ここにね、高粘度、はいっていうのがあるけど、ノーマルのバージョンを使います。こっちはね、まあ、ぷっくり、表面ぷっくりさせるのに、まあ、使ってもいいんだけど。で、今回はモノトーンなので、なんかなぁ、このスーパーブラックと、まあ、ミルク、オフホワイトですね、と、まあ、無邪気とかで、ここ、ラメが入ってる感じの、なので、この、濃淡を、つけながら、ホワイティな包帯と、赤も入れるかな。一応、ま、この辺で、さあ、作っていきたいと思います。何枚入り ?250 枚入りで、150。でもね、一応ね、ニトリル手袋なんですよね。これがいいです。
と、まあお安いのでどうかなんだけど、薄くて、あの、とりあえず何回もついたら、汚れたら取り替えるっていうのがいいかなって思います。ピンク。どうですか ?S サイズでも全然大丈夫なの。あと、エンボスと、スティックか混ぜるときに、ね、先っちょが細いのと、まあ、混ぜるのが混ぜやすいのとあるけど、この、この枠に乗せたいので、黒にしました。あとね、これがコビだった。これ、コビ。の、ほんと、歯車を、ちょっと何回か乾いては、重ねっていう感じが良かった。一回じゃちょっと弾く感じで、今ちょっとまた、これをちょっとパーツに使いたいので、先に準備しておきます。へい。チョマさん、なんかちょっと練習的なものと、ノーマルでも結構な、入れすぎた。あとで、白が残ったら、ちょっとずつ色を変えて使っていこう。包帯のところを、しようかなって。ちょ、まだところ、なんか結構とろみがあるな。あと、もうちょっとさ、本当はパキッと白、真っ白な感じにしたいけど、硬化不良になるのが、ビビディ、バビディブルなので。白の、じゃあ猫から。白の猫じゃねえ。猫から。ほんとね、もうちょっと白にしたいよね。あとね、このね、フレームが黒いのが可愛いと思うんですよね。この感じね。なので、まあ、いいや、ちょっと、ツンツン。ツンツンして尻尾も綺麗に入ってないよね。どこ白くする？お腹だよね。お腹は白い方が可愛いかな。お腹とこの顔あったけど、この鼻のとこもぷっくりしてる方が可愛いんだろうなと思って。この基本がなんか入ってる。難しいよね。もっと白くしたかった。あと一辺に入れない方がいい。はい。お腹と顔。はい。ちょっとずつ色を変えるな。後で考える。もう絶対気泡が裏から入るだろうなと思うんですけど。でもちょっと白くもしたいなと思うんですけど。なんせ。ほっぺたピンクとかしたいね。かわいいよね、ピンク。取りま白にしときます。はい。ここは包帯。裏からも気泡が入ったら入れるというところで、これでどうしようかな。足とかちょっと一旦冷静にこれこう。それで入れて、ちょっと、させます。はい。さあ、じゃあ、クマさんじゃなかった猫ちゃん最初に入れた子を。次の色にしようかな。少しは取っとかないかな、白。なんでかっていうと、気泡を潰すのに。さあ、何色にする？これ。
真っ黒はしたくないので、キラキラのグレーみたいにする。一滴にしてキラキラ入れようかな。どのぐらい黒いか分からんね。はは、どういう感じ、悲しい感じ、藻に服した感じ。うわちょっと悲しい感じかな。やっぱ赤とか入れるべきなんだね、こういうのを見ると。どうしようかな。全然さ、白とのこう境目が分からない。悲しい。それ漢文顔全然顔のさ、フレームが黒いけんさ、中の白いく見えんね。ちょっと悲しかった。どうしよう、打ち直しよう。ちょっと黒くしようか。じゃあ隣同士の色がさ一緒になりたくないよ、と困るよね。ね、全然白に見えんね。それもっと白にせないかなと。見える白、透明なとこも入れた方がいい。もっと本当にいいみたいな。クマは最後にとかちょっと、いい。で最後にちょっともうちょっと白いのも入れたいかなと思うけど、今はまだ入れない。もっとキラキラしてた方がよかった。うわー、なんかどんな感じなんだろうね。私ほんとこんな色をなかなか作らんね。ほんとかわいいね。でもなんかロボットな感じが出る、グレーな。あー、そういうことか。ロボットな感じになるのがかわいいんだ。ロボットかわいいよ。ちょっとじゃあなんか逆にピンクも入れた方がいいんだ。手探りすぎよ。お顔のさ全然白に見えん。どうしよっか。クマさんかな。ね、お顔とか白入れたんやけど全然白に見えないね。どうしようか。もうちょっとこのキラキラにしよう。そうそう、ちょっと入れすぎた。なんかロボットみたいなのも可愛いね。ちょっとこの色残しとかない感じやけど、どうしようか。こっちに入れよう。ワンパイまで入れないっていうことにした、上まで。なんでかっていうと、これワンパイに入れとって未硬化になったらちょっと嫌だなと。薄く、もしもうめっちゃ足りんかったらもう一回分けて入れるぐらいにして。どうしよう、足黒くする。紫とかいる？ちょっと紫にしてもいいけどね。ちょっと待ってね、ここに入れようかな。気泡を潰すように取っときたい。かつちょっとフレームを汚したくない。ついた、大丈夫。ね、全然包帯白に見えんじゃけど、もう悲しい。じゃ今から頑張ります。そう、ロボットの感じで可愛いかな。ちょっと一番最初の時猫か。はい、難しいな。本当難しくなってきた。じゃあ本当にさ白い色とか、いやフレームの色が干渉して、もっと白い色を作らないか。これね、ピンク硬いんですよ。見てき、このなんか容器が硬くて私には絞り出しきれない。ロボットがロボットな感じになるんだろうか。かわいい、いいんじゃないですか。でももうちょっとくすんだ色にしたい気もするけど、全部塗ってなんかちょっと結構くすんだ感じにきたから今まで。どうしよう、マットだから
結構マットで、うん、こう不良になるのはこう、さあこれちょっとエンボスかけて、顔の半分にします全然ブルーベリーの色が反映されてないんだけど大丈夫か、どう思うこれ、ブルーベリーの色反映、あ、ちょ、全然見えてなかった、反映されてないよね、反映されてなさすぎん、どうしよう、こことね、こことね、目の中は入れん目と思って、お顔のやっぱさ、ほっぺの白いところとか後でまた強調しようかな、とりあえずこれ顔半分、こっちの顔、もっともこ半分は超薄いピンクの感じにしようかな、じゃあだったら、なんかピンクを履いた方が可愛くなりそうな気が、全然見えんやろ、色が大丈夫かな、この子も紫入れてないんだけど、あ、まだ入れてなかった、なんかちょっと気持ちいい、今は安心したんだけど、いい感じに、色が分かれてていいかなって今もちょっと、だんだんさ、ビリ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 ってこう、はっ、どこかしてどこかしてないかと思っちゃって、体はこの音の感じも怖いけど、私にはちょっとハードルが高すぎたそう、猫ちゃんで一周したのかな、足りないとこに、あんまり高さいっぱいまで、いや顔本当に白くないんだけど、うん、取りま、いろいろ言わないで、いつも通りの私、なんかこう画面で見ると色があんまりはっきりわからん、私の手袋の色すべてが負けて、いや、かっこすぎ、でも多分そんなに言うほど発色しないですよ、これ言ってみて、もうちょっと白水色にしてみる、ちょっと一旦入れます、ちょっとあんまメリハリつかまんもん、どんどん抜いていきたくない、ほつれが悪くなる危険、あんまり近づけたくないで、どう、さっきよりみ、あ、幅の問題もある、広さの、広いから広かった、この子の色が全然見えてないと思うんですよ、白みたいにしか、なんで、いや、これでちょっとあんまり無理やりやってると流れたくないので全然色がはっきりせんくて悲しい、全然白に見えるやろこれ、ブルーベリーが入ってるやつなんだけど、まあいいか、じゃじゃーん、いいんじゃない、あ、あと目、ちょっといろんな目はあるんだけど、
いいじゃん、これ。いいじゃん、いいじゃん。どう？この、この後。鍵はちょっと諦めた。バッテンの感じで、あります。こっていうか。いいか、かわいいか。それで、クモさん、この子も。全員、ピンクにしましょう。見切れちゃった。ちょっとじゃあこれで、あとね、鍵持たせようかなと思ったんですよ。鍵持たせたいなと思って全員分作ったは作ったけど、全然意味がわからなかった。この子はお腹が寂しいよね。お腹にチェックのシール貼ろうかな、じゃあ。決まりました。この子お腹が広いよね。お腹に、チェックとか、内撮り格子のハートっていうのがいいかなと思って。破れそうなんですけど。これちょっと、なんかピシッと貼らんと、ちょっとすいません。すいません、両脇を。見えてないとこでやってたら本当に申し訳ない。で、どう？チェック。可愛くない？はい。いいということにしよう。ん？こう、斜め向き？こうしようか。端っこ。なんかちょっと、つぎはぎな、一貫とし。はい。はい。うわ。なんか目の中から。めっちゃ出てきたけど。どっち？こっちよね、そっちだって、なんか、クマさんにクマ持ってるって、可愛くない？ピンクのクマ、似合う。はい。ここはね、斜めにお目目がバッテンになってるから、同じ感じで斜めにバッテンして、猫ちゃんじゃなかった、猫ちゃんって、クマさんを持たせる。お目目と、この子は輪っかだけだからね。おめめと、くまちゃん。そっちの痛い方のお手手で持つのは、こっちに持たせようじゃん。リボンを作るかはちょっと今迷い中です。はい、さあ、全員を一気に埋めていこうかと。いや、でもなんか、つぎはぎ感は可愛くなった。今、ぷっくり、ちょっとぷっくりで、コートして。コートじゃないんですけど、まだ。埋まりたくないから、ちょっと。コートしたかったらコートしますが。そばかすにしました。これ、まつげ。見て。ちょっと、ツルツルになった。ツルツルになったらどう？まあ、変わんない。まだちょっと、あれは、仕上げには、仕上げのコートはしてないんですけど。じゃ、赤にするか、じゃあ。この中。この中は？この中。バツ印が見えなさすぎてちょっと寂しいね。待ってね。こういう輪っかを入れておりますが。どう？ちょっと一旦これでいこうか。なのでもこう、このさ、このグレーじゃないわ。このブルーベリーなんだけどさ、全然白に見えるからさ、このパラとか。目の中、これで一旦こうか。あ、なんか終わらんね。はーい。同じことばっかりやってるけど、この子も平らに。ぷっくりじゃなく平ら。
もうぷっくりさせる意味がないかなと思って、この縫い目のつきはぎが引き立てばいいので、たさほどこの子をぷっくりさせる筋合いはない。この子はこれでこんな感じで、なんかシンプルなスキッとした感じがいいんじゃないかなと思って、仕上がりのね雰囲気が。ただこのデコボコ、液を入れてさ、あっちの溝こっちの溝ってデコボコしてるとこを平らにして、ほっぺのサバカスが可愛かった。こっちいいね、可愛い。さあ、ちょっと小特急で、超特急で固めて、はい。じゃあ猫ちゃんとできたので、ちょっと裏側を剥がして裏の仕上げをして、そういうところかな。あ、こっちもコートはしたいんだけど、じゃあコートは最後にしようかな。これね、剥がした時に、裏側、お目目ももうつけないで、もういい。あ、いい感じな、そうじゃない？まあ、ひどいけどね。はい。棒が入っとるところは、埋める。うわ。同じ色で。ピンクはピンク。グレーはグレーで。ちょっとその、この子。難しいけどね。こそし、できる。こしろだと思うんだよね。ここ水色かな。もうちょっとまだ入れたいとこもあるけど、ちょっと色が移りそうなので、これで我慢しましょう。はい、そうそうそう、この子も裏側を剥がしてみよう。裏表で一応硬化してるんですよ。こっち向けても白い方側からも硬化してる。お、はみ出てるな。あ、でもさっきのほら、パリ、よかった。やっぱだいぶ拭ってよかった。そしてね、これ剥がしたのもね、これはね、もうね、裏側ペタペタしてる時があるから、これはもう使う。すいません。それでもう一回貼り直す。剥がしてから一回硬化した方がいいかもしれない。ひひ。あ、いい方じゃない？いい方だと思う。しかも、ちゃんと固まってるし、裏から。でもちょっとこの状態で硬化させます。それで気泡潰す。一旦硬化させる。裏側のさらっとコート、さらっと平らに。なんかこれ、このクマさんのシンプルな形はいいけど、ウサちゃんとかめっちゃ流れてきよったけん。なんか黒いラインがはっきりくっ、はい、いい。あとコートしておしまい。いい感じ。いい感じじゃない？コートします。いいじゃん。いいじゃん。
ちっちゃいボトルに入ってるマサルをちょっと残ったまんまじゃあれかなと。それでちょっとなんか結構とろみがついててとろっとしててぷっくりなっちゃうという気泡が入ってる。あとこのクマさんの周りにたまりがち、これ気泡？気泡やな。見えなところに入るのはあれだな、ね、入っとってもしょうがないかなって気がするけど、はじいたら嫌ですね。こちらもコートする。気泡が入ってるとこだけちょっと、いや、もうこのぐらいでもあんまり高なずに洗んでおこう。あんまり必死になりすぎて、コン詰めていったくないぐらい。一筆で縫っておしまいにしたい。筆跡がつきやすそうだから。筆がついてるのもいいんやけどさ。筆跡がつくのと、とろみがあるから、気泡が入りやすいのかな。あまりバシャバシャしてる。クマ。です。難しいね。あんま、なんか自分が慣れてないことをしない方がいいっていうのはよくわかってる。これはこれで使い終わりたいかなと。ひげ。入ってたのか入ってなかったのかもちょっとよく覚えてないで、途中で使うかな。ちょっとはい、あんまりキーホルダーにするの難しいよね。だって黒いから、黒のキーホルダーとか持ってないから。じゃあまたそれはそれで後で考えることにしようか。いいんじゃん。完成しました。モノクロな感じのつぎはぎくまさん、黒フレームだったので超黒の感じで仕上げたいなと思って、ちょっとこの青い感じのキーホルダーに、このね、リングが黒いリング系がなかったので、こういうちょっとトリマー、こういう雰囲気で、雰囲気がこういう感じの黒で仕上がるといいなって思って、金具をつけてみた。超ね、この子青しかなかったね。まあなんか薄いパープルかこれかと思って、ピンクでもよかったな。1個ずつ見よう。うさちゃん、お目目が赤い。で、ピンククマさん。ハートのとこが赤い感じになって、まあ、つぎはぎさんも全部同じ感じ。裏も同じ感じで、裏はね、お目目のこの歯車のパーツとかついてない。ほっぺに蝶そばかすみたいに。クマさんを抱っこしてる感じになっています。はーい。猫ちゃん。猫ちゃんもお目目歯車で、まつげがちょっとついてて、お腹にチェックの千鳥格子のハートが入って、まあ、こっちもブルーの感じも入ってね。グレーとピンクと。肉感で見ると耳のとこはピンクとかなんですよね。ちょっと分かりにくいね。ピンク。裏もちょっといい感じに。きました。チャマさんなんか抵抗した跡がついてるね。はい。でクマさん、クマさん、クマさん思ったクマさんね。お腹のとこにちょっとだけチェックを入れた。そこちょっといいね。ピンクのここのピンクとね、このクマさんのピンクと同じなんですけど、全然発色の仕方が、このフレームに入れるっていうだけでこんなに違うんかっていう発色の仕事なんだよね。は
はい、包帯のところに白を入れたのに、白よりこのブルーベリーの色の方が、白く見えるという、なんかなんか不思議な感じ。できたー、モノクロ。なんか黒のフレームね、黒の、この空箱が卵、クラフト卵さんの福袋に入っててね。どういう風に使ったらいいのって思いながら、今の今までちょっと何年か前の福袋のに入ってた資材なんですけど、やっとちょっと見切れてる、やっと作ることができた、できた、できた、可愛くできた。まあこんな感じだよね、この黒な感じで、黒を生かしたフレームとしては。これさ、昔は、ゴールドの枠で普通に作ってたからね。でか、黒で作るとこんな感じ。一応サブパーツとかは全然できませんでしたが、いう感じでできました。かわいい。ちょっと待って、うさちゃんはうさちゃんで隣に置く？こういう感じ。くまさんは、はい。見切れるわね。こう、猫ちゃんは猫ちゃん。はーい。できました。はーい。黒がいいよね。やっぱこの黒というか、このモノトーンの金具にするっていうのは、やっぱりかな。ちょっと男の子でも持てそうな雰囲気じゃない？可愛くなったんだけど。大変だったけど。今回はほら、平っていうかな、クマさんは飛び出してるけど、いつもさ、ぷっくりさせるやん。でも今回はもう本当に平らにしないと、枠に流れて、丸っこく仕上げるのが好きな時もあるんですけど、今回はもう平らに仕上げるっていうところに集中いたしました。クマさん持ってるのかわいい。はいね。これがね、これになった。またね、バイバイ。はい。でもこれやった。骨組みみたいだよね、ほんと、こうやって。作ってみたら可愛かった。これ見たときどうするって感じだったけど。はーい。